めちゃ並んでるんです。間違った。一級稼働貢献士です、よろしくお願いします。1台目は、ワンワンパラダイス、前日が132回転、まあ、このまま出てますね。全力パラダイス、ワン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 。パチスロみたいに考えなくていいから。これがずっとチンクレさんに行くんですけどね、そのテンションじゃないですよ。海行くんじゃないですよ。入ったらプラスが見える、入んなかったらマイナス。よっしゃ、何もできない可能性ありますから。角を高ですね、角を高出ちゃいました。さあということで、後半戦となっております。店内、大変、混雑しておりまして、正直ね、皆さん見えてると思いますけど、動画尺、3分の可能性がありますんで、皆さんね、もし3分だったらこのまま終わると思ってください。とりあえず店内回りたいと思います。番長ゼロがね、とにかくなんか1台は直撃出てるらしいね。これすごい、みんな分かってる、はなはなすごいな。稼働高え、マジでボケの稼働高も言えないぐらい普通の感想出ちゃった。稼働すげえな。猪木の164は打てん、猪木はダメ。それではあれ、新保木はあれリセットで154か、そうっすよね。でも木のテーブルっすけどね、ね、危ないですね。アマデジコーナーもパンパンっすよ。何が稼働貢献士だよ、いらねえよ俺なんか。一級稼働貢献士は小原さんでした、ね、これはすごいわ、花すごいね。やっぱりジャグラーもだけど花もノーマル強いんだもんな。よし、これはマジでやばい、すごいよ。カメラマンがそこ座ったら俺座れへんがよ。ソーシャルディスタンスで座っちゃダメな方だ。お前がそこ座ったら俺は座れないんだよ。まあでもいいよ、座ってろよ。俺店内歩き回って絶対台探したるからな。見つけたろうやないかい。なあダメ、新保木はダメ。あだ、この新保木58ゲームの新保木を150まで打つ。あれはすいません、シールあるんすよ。あ、やりますよ、期待値あれば。生活かかってるんで、ちょっと嫁と子供は左足らなきゃいけない。もうちょい動いてください、動いてくださいっていうか、もうちょいいいとこでやめてください。いや本当そうじゃ、58ゲームの、リセットのシンフォギアを150まで打つっていうことぐらいじゃないですか。今僕にできることがあるとすれば、お前自分で通称つけたんだから。かっこよすぎるわ。これで、この結果だからすごい、ね。悔しいわ。かっこいい破天荒だわ。かっこいい破天荒に負けないかっこいい出玉で勝ちたい。ということで新保木ですね、今58ゲームですけど、一応、あ、55ゲームだと500円ですね、508円、 105% 時給だったら2000超えますよっていう台になってます。これは今日勝てねえわ。よしよし、テーブルはガラスです、ガラテーですね。お、強チェからですね。
もう当たってくれればいいのに。これは熱いんじゃないですか。俺初めて見るんですけど、まあ初めて見るから適当なこと言わない方がいいと思いますけど。ほら、あざっす。2000ポン、あ、ごめんなさい、2000円、番組違いますね。ゴヒデポン見てください皆さん、2000円です、だから46枚なんで92枚。大事だよここ。めちゃくちゃレア役引こう。取れ高チャンス、トレダカールラリー優勝できるかどうかですからね。今秋山のトレダカールラリーがスタートしました。いやもう絶勝まで持ってっから、絶勝まで。残り4000もあるの。これきついんだよマジで。いやー取れ高ありましたね、今の取れ高1分。使いが138枚、回収が37枚なんでマイナスの101枚です。生きてます。なんか昨日が強いね。ていうか店長が破天荒さんって、破天荒さんってみんな呼んでるんですね。じゃあこの後ちょっと見ていこうかなってことですね。ライバル増えちゃいましたね。いいだったらちょっと教えてください。おい、僕も稼働貢献士やってるんですよ。まあ、いいんだけど外では言わない方がいいですね。新本屋54ゲームの新本屋があります。テーブルガラスです。ほぼ条件一緒です。いやマジでこういうことしていかないとすることないから。新ホギは、78ゲームですね。まあ、リセットしてるのは朝一確認してるんで150のまで打ちたいと思いますけど、無料とかの天井期待値とかスルーフもんだと150ゲームから900円とかあるんだから打たなきゃいけないみたいになっちゃうけど、まあ、とりあえずここだけ打ちますね。92枚、あ、2000円なんで92枚の4枚なんで、88枚のマイナスです。次の台探したいと思います。いや取れ高しかないね。しかしいやもうマジでお手上げなんですよ。お手上げだからライトミドルからのアマデジっていうコーナーしか残ってないです、僕には。はい、エヴァ200ゲームで1349円って書いてますからね。エヴァの島に私いらっしゃいますんで、エヴァの台にリュックを置いてちょっと他見てきます。いやもうこの台で取れたか終わりでしょ。とりあえずシンフォギアの入んねえな、これ入んねえね、入んねえやつか俺。よし変えよう。
3枚目ですね、これは結構ピンとしてますよ。これはもう神様が打つなと言っているよねこれ。そろそろさすがに、そろそろさすがにですよ。今日打った台は1台もプラスしてないね。天井でお会いしましょう。一旦 CM です。よかった、これで CM の尺稼げるわ。助かった。89ゲームでゼルエル決戦。わあ、いきなりリプレイ。あ、しかもいきなりリプレイからのレア役。え、完全決着。なんなん、天井には行ってないもんね。592だから。ちょっと青7回、青7回、もう青でしょうね。あ、青だ、これは青狙うよ。よし、13本プラス4枚、暴走ボーナスですね。BB いただきました。1個は欲しい。よし、あ、まだ継続。あ、そっちか。どういう抽選なんだろうなここ。あ、なんか引いてるね。俺頑張ってる方だと思うよ、頑張ってる方だと思うよって後ろ向いたら誰もいなかった。あ、落としなかった。うわ、終わった、あっさり。ユリカンランプも消えました。暴走モード ×17 の396枚。あ、ちょっとこの画面で終わるのあれなんでスタンバっときます。使い602枚、回収が403枚、199枚のマイナスです。順調にマイナスを刻んでおります。多分これ打てんじゃね。いや、130やった。いや、全然残りだから300、290、残り293。もう急打つの俺。なんかさ、もうスローダメだから俺パチンコやるわみたいな、おじさんみたいな。そりゃさ、あんたさ、いいって言うよね。だって俺がこれ打ち始めたらさ、あね、座れるな、座れるな。俺が角の桃球打ったら座れるな。さあ、ということで、桃キュンですね。戦撃、優待まで残り297ですね。7000円から打っていきましょう。使い切り4万円かな。もう優待まで行ったら恩恵がある系の機種に関しては中途半端なところで当たるんだったら当たんなくていい。まあ、桃キュンはね、当たるとき当たりそうなことが起きるんで大丈夫です。この台ね、朝一打ってた方、朝一打ってた方、初当たり3通5連してるんだよね。
90% ループの力を遺憾なく発揮してるんだよ。可動貢献士でもあれか、一回パチンコ打った時は基本アマデジしか打ってなかったんで、初ですねライトミドル。これ行くの、あこれさらっと当たっちゃうことあるからな。ここのカットインだったかな、カットインがチャンスアップだった気するけど、あー緑、はい残念。じゃ今のうち練習しとこ、すいません小原さん今日ありがとうございました。いやそうなんですよ、勝っちゃいました。練習しとじゃん、すいません小原さん、いやいや全然負けてたんですけど、最後の桃キュン1万発オーバー、練習しといたんで、これ知ってます、これ取らぬタヌキの川残余って言うんですよ、俺今めっちゃトイレ行きたいんですけどどう思いますほら秋山さんこのタイミングでトイレ行ったらみたいな、信じてないよそういうの別にね、秋山さんは信じてないけど、こういうのテレビで映像ってほらあるじゃん、流れとかそういうの、今秋山さんトイレ行って戻ってきてポロイチでみたいなね、俺かアマデジのアクエリオン CS の番組で打って U タイムまで残り1回転ですなった時に2発打ったらやつが2発とも入っちゃったの、始まってやったこれで当たればラッシュなんでって言ったらもう一発のへそ保留で当たって30回の時短になったの。テレビはあるから16で届くと思います、残り5回転。じゃあいきます、待って絶対当たるんでここは、よいしょ、絶対ってか200か、おい1回転、はい保留連ありがとうございます、はい、もう当たってます、次がはい4ラウンド、さあ目標は何発でしたっけね、8000発ですか、はい3、2、赤いもんね、ゼロ金ありがとう、早いんすよとにかく、おいよいしょー、あだす、あー残念、さあ復活していただきましょう、今から入れる保留3発で当たれば復活するから、ダメなのかダメなのか、もちろん復活ありますんでこの後、まだ猿神と一緒に流れ星を見てないが出ればね、はい、3、2、1、来い来い来い、あめちゃくちゃ微妙ですけどね、プラマイゼロちょい負けぐらいかな、降りてきてないよ。さあということで、ちょっとね、実戦終了のお時間ということになりました。本日4500円負けと、残念ながらまくりきれませんでした。前回の多治見もそうなんですけど、ギリギリでまくりきれずみたいな、感じになりましたが、ちょっと今回はね、初めてです。
強い日の次の日ですけど、まあゴールデンウィークってこともありまして、稼働がめちゃくちゃいい、設定的なところもあるんじゃねえ的な話もねちらほら聞けました。あ、ごめんなさい、4500円負けじゃねえわ、ジュースおごってるんで5000円負けです。まあ、ただね非常に楽しかったです。次はもっとスローとかねいろいろ打ったらいいなと思いましたけど、だってあれですかね、最後の桃球以外は全マイナスだったわけで、ちょっとね連勝からの連敗となりましたけど、2度あることは3度あるではなく、次回3度目の正直で、次回があれば、プラスで稼働貢献を終えたいなといったところで、今回は、以上になります。声かけてくださった方、そしていっぱい出ている皆さん、おめでとうございます。この後も頑張ってください。秋山帰ります。さようなら。